マルコさんの大好きなおもちゃを大量に買いました。はーい、マルコさんです。マルコさんに今日はね、プレゼントがあるんですよね。マルコさんが大好きなおもちゃが届きました。はい、マルさん寄ってきましたよ。これね、マルコさん大好きなんですよ。マルコさんがね、大好きなんでね、いっぱい買っちゃいましたよ。 う,うい。はい、まだあります。はい。はい、丸、ま。はい。はい、丸、まはい。はい。はい、めんどくさいんで、ガッと出しちゃうよ、丸、ま。うーいしょ。うーいしょ。よいしょ。よい,いしょ。はい、丸、ま、さんよかったね、これね。丸、ま、さんね、これが大好きなんですよ。もう、ほんとに丸さんもこのおもちゃ大好きでね。 丸よかったなぁ。丸、ま、嬉しいなぁ。ん丸、ま。ん丸、丸子これほんと好きでね。今まで多分この冗談抜きでねこれね、結構丸、ま、すぐ壊しちゃうんですよ。あのー、丸、ま、さんね、冗談抜きでのこれね、多分今まで50個以上壊してますよ。はい。1個まあ、なん,なんだっけね、900円ぐらいするんでね。 丸さん、今まで、ちょっと計算が900 <laughs> 難しいですけど、まあ、それなりに丸さん壊したね。丸さんねん。ん、ま、丸さん,ん。んこんだけ買ったんで丸さん。丸さん。丸さん、よかったね、これ。ほい。ほい。緑がいいんだ、丸。全部同じやけど。はい。ということで。 このおもちゃ、まるさん大好きで大喜びですよ。まるよかったな、まる。まるよかったな。俺の手舐めるぐらい <laughs>。俺の手舐めるぐらい、まる興奮したね。これね、もしね、あの、芝犬飼ってる人いたら、これ、あの、買ってあげてください。本当にこれワンちゃん喜びますよ、きっと。まるさんもうこんな状態ですよ。なぜか僕の手が犠牲になるっていうね。まる子。 興奮してるんですよ、マルさん。こんなに、一個でもね、喜ろ、嬉しいのにね。こんなにいっぱいあったらね。マル、お前ほんと歴代50個以上壊してるよな。マルさん。これね、まあ、全部ベーコンフレーバーなんですけど。マルコ、もうマルさん、ビニール越しに、<laughs> 噛ん、感じちゃうくらい。マル、これ大好きやもんねよかったな、マルな。マルコ。 とりあえずね、あのー、在庫あるだけ買ったんすよね。また入荷したらすぐに買っとかないとね。まるさんこれなくなると本当機嫌悪いんでね。ほんと一生分買っとかないといけないな、まるな。ほんとな。でもまる子さんすぐ壊すんだよな。うん。900円で10個あって9000円。はあ、まる今までじゃあま、ま、る5万円分ぐらい壊したんな、まるな。まるさ 丸さん。しかもね、これね、中央型犬用って書いてあるのにね、丸さんね、まあ、小型犬の分類なのにね、すぐ壊すんだよね。はい、丸子。はい、丸子。わかったわかった。よかったな。はい、丸子。わかったわかったわかった。よかった。よかったよ。丸。丸子好きなんだもんな。はい、丸子。はい。はい。丸子。お座り。お座り。丸いい子だな。 あれ、これ欲しいから、いい子になったんか。丸、ま。オおィえい、えい、よかったね、ま、る